道道千左流軍は、広島県福山市神奈部町にある、足高川水系道道川流域に建設された、複数の砂防園庭である。江戸時代中期から後期にかけて、当地を治める便も福山藩により建設され、その後増改築及び修復を重ね現在でも、砂防ダムとして機能している。2006年国の登録有形文化財に登録。流域は県により整備されている。 地元住民による任意団体、堂々蛍道道川ホタル会により周辺美化が行われている福山にある砂止めの分布。一が道道千砂流群。道道川は福山市中心部から北にある神奈辺町東、中城東山を源流とし、南下した後、神戸中心部を流れる足田川支線、高谷川に合流する足田川の二次支流である。 延長約4キロメートル流域面積、約2平方キロメートルいわゆる天井側である。古くは桃瀬川と言われ、砂止めからとうとうと流れ落ちる水を見て、寒茶山が書に残したことから堂々川の名が定着したという。堂々川の北側上流には、大原池、淀勝といったため池が数箇所ある。堂々、川下流域は、加護領と呼ばれ、 五陵遺跡という縄文時代後期から中世にかけての集落遺跡が点在しており、つまり古くから人が住んでいた。古代には、ビンゴ国の国分寺であるビンゴ国分寺が創建される。さらにこの地は、古代から交通の要所となり、古代山陽道の馬屋康内駅が置かれ、中世には、神戸城の城下町、近世以降は、近世山陽道と石州銀山道。 カサオカミチが川、宿場館鍋べとして発展した。気候は、瀬戸内海式気候で、梅雨台風を除けば降水量は少なく温暖な気候が続く。足田川は流域のほとんどを河口岩で占められ、下流は風化した河口岩が堆積し平野を形成した中石平野となっている。この風化した河口岩が堆積した砂状の土を西日本では特に マサドと呼ばれる。この土は、崩れやすく、広島県における、土砂災害の主因である。この地で起こった江戸期の土砂災害で亡くなった人たちの墓が現存している。遠方元年5月14日、梅雨の大雨により堂々川西上層部にある、大原池が決壊し土石流が発生。下流の農地、住居に加えて、国分寺を全開。 当時の住民150人弱のうち63人の死者が出てしまった。福山藩主、水野勝る氏は元六七年、国分寺を再建する。さらに、藩政として農業に重点を置いていた勝主は、農民及び田肌保護のため砂止め不振を計画した。この勝主藩主時代の元六十年、あるいは翌年、水野勝氏が藩主となった元六十一年。 堂々川に砂止め不振を実施する計画が立てられていた。ただし、この計画は教法7年まで進められなかった。元禄13年元禄検知の記録、下五両五県知水町に、とうとう砂畑参加賞という記載がある。砂畑とは収穫の見込めそうもない砂地の畑を意味するが、とうとう砂畑は検知町に記載されるほどの国高評価された畑であったとして、 砂止めの背後地を利用していた可能性が高いと考えられている。なお、とうとう砂畑は現在の四番里止め上流側の狸が原であるとされている。以上より、現段階では堂々、千砂流武神の開始年をこの1700年としている。堂々川で砂止め不神が本格的に進められたのは安倍忠し藩主時代のことになる。これは、 共放二年福山藩史上初めての百姓一揆が起こりその中で農民は農地保全を犯に、堂々戦車流軍に関する資料は少ないため不明な点は多い。いかげん損する資料で確定している江戸期から明治初期までの堂々川周辺整備の記録を列挙する。ただし江戸期から明治初期までは砂防園邸として機能しなかったと考えられている。 明治30年砂防法施行に伴い産地そのものの防護を重視し、明治35年からの石内港、谷留石積みなどの散布工事を施行していった。こうして、江戸時代の砂止めと近代以降の砂防施策が複合的に機能することでこの地域の砂防対策が実現した。江戸期に作られた砂止めも傘上、増築を繰り返して現在でも機能している。なお、 その存在は戦前まで全国的に知られておらず、砂防学会で紹介されたのは戦後のことになる。1990年代に広島県により砂止目整備及び浸水護岸、道々公園と周辺環境整備の計画が立てられ、合わせて発掘調査も行われた。2006年、国の登録有形文化財に登録される。 2013年国土交通省国土画像情報を元に作成。一番の右下がビンゴ国分寺。中央下から山に沿って右斜め上に伸びる道が山陽道。その右下を通る太い道が国道313号。その右下が茨鉄道茨線。下部を左右に貫く道が石州銀山道、笠岡道。堂々川流域には、 明治時代以降に作られたものも含めて50基ほどの砂止めが確認されている。上流のため池周辺には大原池砂止め群、淀川池砂止め群、道々川一番砂止めの下流側には浅間山砂止めがある。右写真に流域の主な砂止めを示し、下記に国の登録有形文化財に登録されている8基の砂止めを右空中写真に合わせ北側から順に示す。 道々公園6番止め上流側には、その大佐時期を利用して、道々公園が整備されている。敷地面積、約29.9ヘクタール。全体に桜や富士族が植えられ、日本庭園風に作られ、道々川の護岸は、石組で作られた浸水護岸で、河川敷に芝生が植えられている。毎年秋にはここで、神鍋ウッドフェスティバルが行われている。 流域は2004年に設立した道々川ホタル同好会による周辺美化及び学習活動が進められている。同好会は金魚や雑草の伐採のほか、特に飛ガ花バナウエホタルの餌である川ニナの放流を行っている。現在夏には源氏ボタル平家ボタル1200匹ほど飛んでいるといい、秋には飛ガ花バナ約2000本開花するという。その他、霞山小魚、 日本赤ガエルシュレーゲル青ガエルといった、希少種や、タヌキモヒルムシロなども確認されている。以下、堂々公演までの時間を示す。ありがとうございます。